はい、でもことです、今回なんですけども、アジアンカンフージェネレーションのリライトのイントロ部分だけを解説していきます。とね、かなり簡単なんで初心者の方の練習楽曲としてかなりおすすめです。とね、タブ譜出しながらゆっくり解説するんで、ぜひ最後までよろしくお願いします。じゃあ早速一回ちょっと弾いてみます。はい、最初かなりシンプルなオクターブ奏法ですね。これね、4弦以上のオクターブって人差し指と小指でこの4フレット差があるので、結構ちょっと難しいんですよ。普通のオクターブって、まあ、2フレット差なんですけどね、距離が。この4弦以上の場合はオクターブ奏法がこの4フレット差になるので、まあ、ちょっとね、小指使って指開く形になるんで、まあ、ちょっとだけ難易度が上がります。で、ね、一個一個区切るっていうよりかは全部スライドでつなぐ感じですね。こんな感じです。もしこの小指のオクターブ奏法ができない場合は、5弦ルートバージョンのね、9フレット、7フレット、14フレットでも大丈夫です。はい、その次なんですけども、こう初めが5弦の開放で4弦の2フレットを弾いてます。なるべくすぐこの5弦の開放をミュートして止めないと、鳴らしっぱなしにならないように、ここに行った時点で指で軽く触れてミュートします。まあ、中指使ってミュートしたり、まあ、ここの薬指の先っちょで軽く触れてミュートしたりして、まあ、鳴らしっぱなしにしないっていうことですね。ここもスライドでつないで、一番最後がこの4弦の7フレットまでいってます。はいはい、こんな感じで終わります。かなりねシンプルで、まあ味感って結構ね簡単なんで、初心者の練習楽曲にかなりおすすめです。はい、概要欄にねクリエイター向けの音楽ブログとか SNS のリンク貼ってるんで、よかったら覗いていってみてください。じゃあ最後に高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた。